ちょっとお前割れ読者使うの。はい、ちょっと釣り来ました。久しぶりやね。うん、今年初めてだよ。ガスは初めてよ。だってもう4ヶ月仕事しかしてないで。毎日12時間労働だ。朝から晩まで。ついてるリーダーが。おお。このまま行けるわ。まあ、なんでやんの。とりあえずショート投げてみる。取れないな。ちゃんともう俺これしか、これがめっちゃ釣れる。これで行きましょうか。釣れますかな。一匹だけでいいや。どうや。おる。おる。浅いね。浅いな。浅い。普段より浅い。この川は釣れないな。魚がいないよ。普通に。おかしいな、ここ。魚がいない、この川。みんな暗そうな顔して釣りしてるわ。もっとポジティブになりゃいいのに。ポジティブポジティブみんなもね、何でも悪く考えずにポジティブにね。本当に最近感謝の気持ちをね持ってないね釣り人が多いから、俺も感謝の気持ちを持って釣りさせていただいてますからね。うん、魚釣りっていうのは、まあ、男と魚の一対一の勝負やけ、まあまったりね釣りやれるのが一番いいんですわ。まあ今日は渋いな、この川にいねえな、魚がいない、ここおかしい。おい、魚おらんぞ、ここ。おるけどな。おう、餌じゃないと釣れない。いないってな、あの釣り人が多すぎてすれとる、うん、釣れない、ここ餌じゃないと釣れない。魚影はあるぞ、なんかグニグニってしたりするけど、うん、そこでそのオイルっていうか、うん、2,3 匹ちょっと大きそうな鯉かもしれんけど、うね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 ってそれでモヤモヤしてて一生懸命投げとるけど、うん、釣れない、うん、さっきのところの方がまだ魚影あったし。ただな、やはり 100m に乗る人かな、うん、30分前にお前 45cm 釣っとんねん。写真撮っとったの。釣れるんだよ。餌じゃねえよ。ただね、ここんとこちょっと活性化学で今日ちょうどターンオーバーの日やな。する。今ターンオーバー。する。寒いとこから急に暖かくなって、で今日昼間がなんか25度超えたやん。で夜になっていきなり5度とかになって、でターンオーバーすんね。なんとか。だから釣れないんだよ。釣れとったよ。移動しよう、ここ。さっき釣れとった。いや、たまたま100万分の1ぐらい。100万分の1の確率だ。どうした？俺最近インフルエンサーとして悩みがあるのよ。何悩んだよ。やっぱりそのリスナーたちとちょっと距離が近すぎるっていうか、うん、近いというか、いやお前の知らんとこで俺前なんかよく配信してんだわ。でも客が 2,30 人だろ。そうやな、そうやけど、それ聞いとるファンも大量に読んで、日本に俺のファンが、そのファンがちょっと俺の価値を見くびってくるっていうかさ。いや、その通りだと思う。いや、そんなことない。もうちょっと距離取って今回までリスナーと慣れ合いっていうのはやっぱいかんのかな思って。まあいいんじゃない。だって俺らクラスの人間や。やっぱりレベルがだいぶちゃうやん。だってさ、じゃあ人生経験ちゃうやん。こっちは50超えとんだから。まあまだ50。俺50。あ、お前はな。ああでもう半年で50だよ。もう50になっておじいさんだから。ただ俺の理論はやっぱもう50になる以下の人は口聞いちゃいかん、価値が落ちる。よくわかんないです。いや、そんぐらいの自分にプレミア感出したんよ俺今。出していいのね今。どうせよ。でも50以下の人は口聞かへん俺。そんな子供とガキと価値が落ちる俺の。釣り行こう、移動しよう。さあラストチャンスですよ。綺麗な花だな。こういうのね、おしろい花って言うんですね。こういう菜の花とかおしろい花がいっぱい生えてるもんね。春だね。結構この辺でボイルはバンバンしてんだけどね、バサッつって食わないね。今エビ投げてます。おかしいな、ここは本当に。
で坊主でした。自分が坊主する確率って 3%5% しかないよ。こういうのはね、やっぱあの今日なんで釣れなかったっていうのを解説しますけど、あの水門ですね、水門開放したもんですから、この1日で、約1メーターぐらい、パス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 でかい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 さあさあ七輪やりましょう。魚なんか釣れなくたっていいよ、七輪があれば。前回やった炭、松ぼっくりをやるとすぐ火がついちゃう。着火剤いらない、つかないや。ちょっと新聞紙いるかな。火を見てると癒されるよね、松ぼっくり。釣れるらしいっすよ、この炎を見るだけで心が癒されちゃう。あーいいね、肉はいいよね、肉楽しみだ。この炭火焼き肉ね。飲むか。車だからノンアルだな。俺も家帰らないかんから。ということで乾杯。ちょっと待ってよ。乾杯。待てよ。まだか。おい。おい。だいぶ燃えてきたこれ。この松がねよく燃えるんです。キャンプファイヤーだね。松がねよく燃えますよ。これ田舎ならではだね。これやっても怒られないしさ。隣のおばあさん毎日やっとるあれ焚き火。ファイヤーだね。いいね、癒されるね火は。癒されるよ。釣りもいいけどね。何これ。これキャンパーになるか。キャンプファイヤーチャンネルやる。ソロチャンネルとかあるよ、うん、あんた歌得意な。歌って何の歌。いやラップは嫌いだよ。先日あの亀田光輝の最高ファイトクラブ見とったよな、うん、なぜかあのチャゲアンダースカのアスコが出てきてさ。アスコが出てきたの。もう亀田光輝さんと本人が友達なんやね多分。マジで昔からね、友達とか顔見知りでアスカが出てきて、うん、いきなりリングでやーやーやー熱唱して、いやーやーやーいやちょっと興奮、いやーやーやーって古いなと思いながら30年ぶりのやーやーやーとか歌わなあかんで俺らも。ああそうだ、いやー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 。結構好きだけどね、アスカ。必ず手に入れたいものは。炎はね、なんかなんだろうな、癒しというか癒しとまた違うなんかあるよね。いや見てると心が穏やかになるってよく言うけど、炭火焼肉金婚館、金婚館ですねこれ。これいいな。うなぎの肝焼いてますわ。熱っ、うまい。うなぎもうまい。うまいな。うん。油落ちてるな。いややってるよ。やっぱ炭火うまいな。うん、炭火だね。うん。やっぱ風味が鉄板であのホットプレートでやるとだいぶうまい。風味が出るよね。うん、うまっ。キムさん何それ？豚肉です。おお焼いて。豚肉をね、うん、焼くとこれ油が落ちて、うん、火のつくまらなくなると思う。なんか油だらけじゃないか、その火が弱いでしょ。油だらけじゃないかそれ。うん、そうや油やんそれ。この300円の豚だけどめちゃくちゃうまいね。うまい。大トロ超えてない？超えてる。昨日の大トロ超えとるよなこれ。大トロは勝負にならない。うまいよね。これうまい。やっぱ焦げ目と炭火がやっぱり、うん、味絶妙な感じに焼けるとね最高にうまい。うまいね。この手羽元がまたうまいんすよこれ。抜けるかな。
もうちょいじゃないかな、もうほぼいけるんじゃない、あと2、3分で、うん、中ごっついかな、これ10分以上いとるよ、もう15分ぐらい、うん、多分日本で一番うまいのは愛知牛じゃない、うん、愛知県のこの最近ね、愛知牛やばいよ、今愛知牛俺の中にトップやな、だってこれあと英語じゃんこれまた、うん、英語だったかな、英語うまいねこれ、うん、たまに焼肉屋行ってさ、うん、英語とかって嘘書いてる店あるじゃん、どこに、いやいやいや、まあ、名前は言うな本物だからねこの英語は、このエリンギもうまいっすわ、これ本物の英語ですよ、まあまあ、うん、ちょっと愛知牛いただきますわ、これね、うまそうね、これはやばいんじゃない、これこの愛知牛いただきます、やばいな、やばい、うまい、うん、やばい、ちって、そうだな、うん、これ栄養があるからね、そう、このイワシのさ、お丸干しめちゃめちゃうまい、うん、うん、こういった、うん、食える、まあ場所によって火が通り方がちょっといろいろある、食えるやろこれ、丸干し、こっちの方がいいか、やべえな、でも頭つくのも通ってなかった生、うん、こうやっとったから多分こうあんま焼けてなかった、うん、これはいけるだろう、やばいな、エビなんかすぐ焼けちゃうこれ、うん、いな肉、うん、手羽元、ああ、もうちょっと焼いたほうがいい、これやっぱキツネぐらいになるのはたまらんねん、これさっき猫がおったな、おう、猫がうまい匂いがするから、お前この距離まで来とって、白猫じゃ魚やった一匹、うん、レジオに入れてた、うん、あ、お前猫苦手な、苦手じゃない、その辺うんこしまくっとるけど俺全然大丈夫、うん、うんこはちょっと変わんないし、うん、だってうんこ踏んだら臭い、しょっちゅうおるぞ猫、うん、さっき今日今朝な、うんこ車乗ったら最悪なんだよ、どれは大丈夫なんだけど、あの茶色い猫が朝もピャーって、あ黒もおるし、もういろんな猫来るここ。うん、いや最近はだから土のね、うん、そっちの作業する、そこが一時猫のうんこ状態だったんや。その前はあの花壇が、うん、あこの花壇が猫うんこものすごいやったよね、うん。もう猫のトイレになっとったん花壇、うん。毎日もう山盛りあって。うん、トイレなどだのかな。で、俺らがあっこで作業するからこんぐらって、うんあ。で、その後ここで大量にうんこしてる、その角。そこでなんか作業するともう臭かったんやけど、最近もちょっと減ってきたかな。でも一応猫の憩いの場やで。ここ。野良猫の。で、お前車に乗ったら最悪だから、ね。で、そこに穴があるんやけど、そこに用水路みたいな、そこ穴開いてるけど、うん、そっからアライグマが出てくる。まあ、あくは俺の証明する。うん、アライグマがおる。アライグマがそっからふわふわっと出てきて、ここで2匹おってん、うん、で俺が「うわい!」っつったら喧嘩売ってきたんだよ、こうやって「うえ!」って2匹が、だから2匹揃って喧嘩売ってきた、うん、グーってきたから「俺、うん、や!」っつったら2匹だったけど、うん、危ないなアライグマ、うん、